町火消し、伝統を受け継ぐ出初め式、町火消し、伝統を受け継ぐ出初め式。出初め式は毎年1月初旬に消防関係者によって行われる仕事始めの行事です。団本部と6分団からなる国立市の消防団と自主防災組織の方々が集まり、一斉放水などを行います。また江戸時代の町火消しの伝統を受け継ぐまといが北玉むつみ消防第2区4番組により華麗に演じられます。